じゃあ本日のギリティギザイグエクスアクセンドがブラスある各賞土曜 3-on-3 大会始めていきたいと思います。拍手さあね、初心者対戦会をやった後にね、この異様な空気を出すことによって初心者はなんだこいつらやってるよねなってしまわないように皆さん頑張って別の意味で盛り上げていきましょう。あ、違う、別の意味で盛り上げてダメだ。じゃあスタートライン、それを見てください。本日は参加人数48名の16チームトーナメント、フルトーナメントです。 A 問題で行いますのは非公開012ソル大阪 D ファーストチーム先鋒非公開、対象者ワンピーガーミスターシャンヘディミスターシハンの弟子ファースト畜生雑貨チームです。で先鋒畜生ですね。あんないってますね。さあザッパ対カイ、剣がねこうやって遠距離に設置することによって今回かなりいやらしい動きができます。そしてこの年技ね、何度も言いますがかなりスピードが速くなっていますので使いどころがねかなり、あ、ちょっと止めました、ごめんなさい、ちょっとマイクがうるせえんだわ、ごめんね。ちょっと配信の方はちっちゃくなっちゃうかもしれないけど許してください、ちょっとうるささすぎるんで。なんか ZL、 さあ遠距離戦、あれ、おお、サウスをしっかり出してくぐり抜ける、投げを抜けられてしまうとこう距離が遠けてしまうんでね、ちょっと早いよなマジ。さあ中段下段、中段下段のはずなんですけど遠距離状態はどうなるか分かりません。ベイパースラスト、これ中央拾い直して、こっちの高さもう一緒に拾い直してダメージアップ、中央から下り下段からキングス2杯、ウスは取れない、残りタイム1分から2カウント、あと1カウント、そして勝利のポーズを取って、まあ先鋒戦の1番目選手は畜生。さあ犬がついて、この犬はちょっと変わってるんでしょうけどまだ犬を使い回している展開にまだいかないのでまだ何とも言えません。さあファーストを通して、おーおーおお、もう一度通す、いい理由が直した、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 あっと畜生ちょっと頭を抱える。さあ立ち食うジャンプキャンセル、犬を立ち食いで消してジャンプキャンセルでフォローという形ですね。やはりちょっとマイクがポン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 音がいってるな、ごめんなさいね、ちょっと調整します。これで大丈夫かな、大丈夫そうですので始めてください、始めてます。あーダメだ。さあ立ち合いまで決めて、ちょっとねやっぱちょっとおかしいので、ちょっと喋ってて、はい、ちょっと軸があります。さあ亀橋ジャンハイ再開するから亀橋から出れない、出れない、出たいよ、ユールついて、さあユール飛ばして、ザッパが立ち上がり持っていく、カイも近づきたいけど近づけない、これでターンを切り返して生まれたが、さあ行ったぜ、さあいっぱい放って幽霊を返ししていたのに、さあブーメランを食らっちまう、バーストハイで体力が残り1割ぐらい、対するカイは残り9割残っている、輪を回してちょっとザッパがね厳しい状況だ、さあジャンハイ通ってまだ来ている、ジャンプリーからロッケーガードして、さあ剣は中段ガードしている、さあ中段払ってザッパが依然として厳しい状況、さあスタン一発で死んでしまうこの体力、あ死んでなかった、ただこれ投げて剣がついた、クッパー暴れ、勝ったのは非公開、
さあ次はミスターシハンの弟子ファーストリーグル。ファースト今回強いですね。相手も強いですね。いろんな技の判定も強いんで、会話は若干きついんじゃないでしょうか。ダーチ K でパーの太っていくピットゴーニングからシャーガハイまで相手もここでターンも簡単だから画面端は AC とあんま変わんない。ニケがこの決めてジャンハイすかしゲーダーも同じしぶはい巻いて画面端から出れない。出たいファースト出たいけど出れない。ここでタッチパンすかし投げからジャンプに重ねてさらにチャージまでゲーダーン通ってさあ画面端のループこれが取り倒だ。さあまずね2回目の FB セーバー一本戦車1回第2ラウンドスタンスタンスタンで苦しみをしてこれジャンプ系に愛が当たる。僕は若干長くなっております。タッチ系でジャンハイ総裁から画面走り逃げていく。タッチ系通ってチャージますね。さあ下段がよく通る。ここでゲットアングルからバースト使ってシャー分けシャーが入ると牽制繰り返し体力は大体5分といったところだがスラム狙ってスラムです。さあ根本的には日系シーズンと8割補正優しいが画面端いきなりさあスータンエッジで取られてここでシャーガイスリバースト。さあ宝石から装填当たらない残り1割。さあ思ってたらこの技今回弱いんです。弱いんです。その技打っちゃダメなんです。AC のノジャイルやりすぎました。 AC だったら勝てた。 ACPR だったらあれ負ける。さあ先に大将シハンエディを引きずり出す。さあ先からさあ開幕を向かって画面端に運んでいく。さあ投げにはしっかり勢いが暴れているが射撃されて FB ストローマウスター。さあ巻き込んでここでマイパーに対してバスト対空スカシから。さあドランカーは止めてる。巻き込んで下段から暴れてる。さあ体力は残り1割の残り6割ってことで、ここでノブル当たってさあしまい直す。なんとかこれ以上ダメージをもらわないようにワンチャン狙っていきたいエディだが、ここでエディが消されてしまう。今回エディを消されるとだいぶこう回復が遅いですね。さあデブが当たってタッチパン振れない。デブから FB セーバーは見えている。さあ画面を組めている真犯エディ閉まって閉まっても回復が若干遅い。ここでコンボを消してさあチャージの上からスタンが飛びしたらそこも回しなんとかここは一本取っておきたいところがこれ金バーストさあ冷たい空中スタンエッジピーチをかける非公開ジャキからキッパーまで。さあ6回ダスト当たってなんかこれダストコンミスってしまう。巻き込んで中央に当たってマイパンからドランカでマイパンタッチパンであれ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 まあ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 。さあ6回からダメージはかなり取っているがここで堂々とスタンを打つスタイル。巻き込んでもう一回巻き込む。さあスタン読みだったのか。さあセーバーをロボ化して高速下段ここで強化から投げているバーストマンスターだがしかしここでジャンプキックで受かったのはヒコカイ。
あーあーあ、夏目さん来た、まだ来てないぽいね。じゃあここ行っちゃうか、見たいし。はい、A 問題、学ロボ、岸高ソル、タクヤファーストチームと FAB ポチャムキン、サミットチップ、つぶやばチームお願いいたします。大だけだよね。